テロですよこれ。食ってみよう。うまい。うっとね。うん。横のこと言わなくていいから、うまいの。うまいんだけど、そのね、かつお節が多分その辺で売ってるやつじゃないと思うよ。ね。そうなんだ。じゃあ後で聞いてみよう。だって粉だもんね。うん、おじやもう食べたのね。今1個食べてもいいよ。もう1個。2つだからあのノルマが。すごいなそのノルマ。
美味しそう。なんだっけ、ヨーデルのスーパーレモンスパイス。うえい、いただきやーす。食べましょう。うん、オイスパイスもありだよ。オイスパイスあり。うまうま、うん、あく、うま、あつ、あつい、うま、あくうま、うん、最高。最終日の朝、一泊二日だからね、最終日になりますね。もう来たんで、これからコーヒーでも飲んで、ぼちぼち片付けていきたいと思います。朝ごはん食べて、だね。それでは、片付けまで楽しみたいと思います。行ってみましょう。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。朝ごはんで、はい、昨日の残りのもつ鍋にうどんがいいんでございます。朝俺頑張って手打ちしたからね。忙しかったね。おじいのおじいです。あ、おじいのおじいです。これが有名なおじいのおじいです。アイコが喜んじゃってたおじいのおじいです。最初はグー、じゃんけんぽん。勝った人だけ。はい。はい、お疲れ様でございます。ハロウィンキャンプ地の村山ジャンプキャンプ場のサッカー場でキャンプをしました。いいとこだね。はい、すごくいいとこです。これはおじいざっと110ぐらい入りそうだよね。110入るでしょ、ね、車だけだからうまく向こう側だけ車とか寄せちゃったりしたりすれば、うん、テントだけなら半分で100いきそうだよね、うん、と思います。だから張り方ちょっといろいろ考えて、はい、参考にして、はい、うちの天幕じゃないや、ハロウィンキャンプ、はい、ハロウィンキャンプで、はい、ね、使いたいと思います、はい、まあ、いいとこだよね。いいとこだね。富士山見えるし、うん、天気が良ければあっちの方に富士山が見えます。はい、すごくいいとこです。はい、でこれからね、あのハロウィンキャンプに向けていろいろレイアウトとかいろいろ考えて、そうだね、うん、常時あの宣伝はしていきたいとは思ってるんで思います。はい、募集ももう本格的に始めます。1月1日から募集はしてるんですけども、本格的に募集を始めていきたいと思います。はい、全面貸し切りです。皆さんどうにか80組以上お願いします。はい、お願いします。ご協力の方よろしくお願いします。もうラーメン食って帰りますか。はい、今日もラーメン食って帰ります。探しながら、はい、今日も一日お疲れ様でございました。お疲れ様でした。ではせーの、ふい、お疲れさんです。撤収、今日夜中の3時から頑張ったからね。いや、どうも時間内に終わりましたよ。まあ基本アウトが14時なんで余裕だね、うん、余裕、うん、皆さんいっぱいサイト飾ってください。よろしくっすー。よろしくお願いします。